今日はやっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではレッツゴー。さあ始まった、さあ始まった、来た来た、ついに腹の音の正体が、メンチの腹の音です。どう、お腹はだいぶ空いてきた？めっちゃ声ええな、合ってんな。どささり、言っての通り、もうペコペコだよメンチ。この声も合ってんだよ。そんなわけで、二次試験の審査員は私たち美食ハンターが担当するわ。美食ハンター、美食ハンターって何？強いだろうね。美食ハンターとは、世界中のあらゆる食材を探求し、トリコみたいなもんだろう。さらに新たな美味の創造を目指すハンターのことだ。うん、もちろんハンター自身も超一流の料理人だ。ってことは、うん、課題は、そう、二次試験の課題は料理よ。おー、なんでここまで来て料理なんかしなくちゃなんねえんだ。はい、そこ文句があるなら帰りなさい。これ一番キレるパターンだもんね。他にも不満がある人は今すぐ帰っていいのよ。やからなんだよな、本当に。そしてブラがココナッツみたいなんだよな、これ。るものはいないよ。若干色合いと合わせてココナッツみたいなんだよ。どんな料理を作ればいいんだ。ココナッツ感、あんま関係ねえけど。俺の知らない料理を作ってもらい。ブラだったらやべえけど。そこで合格したものだけが私の指定する料理を作れるってわけ。よう考えたらエロい格好だな。ココナッツだけど。美味しいといえば晴れて二次試験合格。そんなのあんたら、うまいまずいなんて人によって違うじゃねえかよ。違いますね、まさに本当にそう。あんたら試験官の下に合わなかったらおしまいじゃねえか。うん本当にそう、本当にそう。それはごもっともです。はい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 、いい、さっきも言ったように試験を受けたくないものは帰ってもらっていいの。はいはい、そういう話だよね。いい言うな、ここまで来て帰れるわけねえだろ。まあ態度は人は煽ってんだよな。だいたいてめえが暴動要因だよ。話がややこしくなるんだよ。あらららららら、まったくよ、ぐだぐだ言うやつはマジ帰れよ。話の続きを。いや本当にそう、本当にそう。続きをどうぞ。つまり私たち二人にうまいって言わせたら合格ってわけよ、うん、試験は私たちが満腹になった時点で終了よ。やばいね。男の方、こんな一食食ったら無理だよ。女はあんまり食べそうにねえな。イエス、これでかなり人数が絞られる。だいぶな。料理なんて作ったことねえぜ。そんな試験があるとはな。俺あるよ。おお、すごいじゃん。見たことによらねえな。何がすごいか、いろいろあるけど、一番得意なのは卵かけご飯。卵か、まあ料理、まあまあまあわかるよ。まあそれも料理と言えなくはないが、はい、そうですね、お手軽料理。でもよ、それって誰が作っても同じじゃねえかよ。いや、違うでしょ。そんなことないよ。だって俺、ミトさんにも褒められたことあるもん。まあ、わかった。なんか美味しい卵かけご飯食いたい。ちょびっとだけ醤油かけてみたい。ちょびっと醤油かけてな。豚の丸焼き。豚の丸焼き。好きそう。俺の大好物。好きそう。この森にいる世界で最も凶暴な豚、グレートスタンプ。ちょうどグレートスタンプとなんか似てね、顔が。顔がとか言って。なんか若干似てんだよね、グレートスタンプ。で若干似てんだよ、やっぱり鼻の形かな。二次試験スタート。お、二次試験スタート。大きくて頑丈な鼻で敵を叩き潰す。逃げ遅れれば自分が豚の餌になっちまうぜ。まあ料理もね、最後思い切りぶっ飛ばしたから、その要領でバチコン行けばいいんだよ。おーいえー、牛になった牛な、こういうのあるよね、乗ってみたい。バチコン、威力ありそう。これ気絶したってことやな。ゴンはこれでまずクリア。頭だよ、頭が弱点。いいね、教えてくれるのいいな、この友達感。いいいい。あー危ない、危ない。相当重そうだよね。重さはパワーだよ。お、足引っ掛け、よいしょ。いてー、こんなでかいのがこけたら足めっちゃすりむきそう。いったー。続いてハンゾー、ミステリアスなハンゾーの力がちょっとわかる。今ブラックホイール号乗ってんだもんな、すごいよね。念能力使った？見たいわ。なんか曖昧なんだよね、俺が知ってる情報が。ある程度は追ってんだけどよ。かっこいい、かっこいい。なんか剣士みたいだよね。もう切っちゃいました、ブルックみたいな。さあ第1号は誰だ。第1号はお腹空いてる時で辛いよね、何も考えられないような。とにかく飯飯飯、1にも2にも飯。おお、全員来た全員来た。おお、みんなも焼いてんじゃん、やるね。へいお待ち。へいお待ち。いやー、ほりゃま、大
すごいね。受験生舐めてたわ。これはすごいね。本当に豊作ですな。ここまではいいけどね。問題は味です、うん、果たして何人が世界有数の舌を持つ美食ハンターブハラを満足させられるのでしょうか。うまい。果たして何人がこれも美味しい。世界有数の舌を持つ。おーおー、いける。こんな黒焦げのものまで。おお、黒焦げ。グレイト。もう舌がバカじゃん。彼は本当に美食ハンターなのでしょう。疑問になってる。あー、食った食った。もうお腹いっぱい。よく食ったな、ここまで。一個食や十分だろう。豚の丸焼き70頭完食。バケモンだ。やっぱりハンターってすごい人たちばっかりだね。ジャンルが違うけどな。すごいっちゃすごいけど、ああはなりたくないけどな。なりたくないな。おかしい、妙だぞ。明らかにあいつの体積より食べた量の方が多い。確かにな。マジで悩まれても。でもそうだよね。どういうことって感じだよね。全部美味しかったっていうの。念能力でパワーに変えてんのかな。気になる。まあいいじゃん、それなりに人数は絞れたし。なんかありそうだよね。細かい味を審査するテストじゃないしさ。ブハラ強そう。甘いわね、あんた。美食ハンターたるもの、自分の味覚には正直に生きなきゃダメよ。キロアカでもそういうのいたよね。あの大阪のたこ焼きのね、ファットガムだけ。ファットガムもかっこよくなったもんな。70名通過。すごい、すごい。おめでとうございます。70名ですか。簡単じゃないよ。な数字ですね。運動能力なかったら無理だよ。確かにあの豚は額を強く殴打すれば簡単に仕留められますが、そこを正確に攻撃するには相当の度胸と判断力、身のこなしが要求されますからね。洞察力しかりね。しっかりと問題はこれから彼女はかなり手強いですぞ。かなりところじゃないよな。彼女はあの若さでシングルハンターの称号を持つ最高の美食家なのですから。おお。美食ハンターめ世界有数の料理人としてその芸術的な味覚センスが生み出す料理は、まさに絶対強いよな。貪欲な探求心でありとあらゆる食材を食べ漁り、一度食べた味は決して忘れない。あのナイフ多分ベンズナイフやろ。若干21歳にして食ハンター界をリードする天才。おー、私はブハラと違って甘くないだよ。審査も厳しくいくわよ。だいぶな、だいぶな。天才が故に気まぐれな部分も多い。下手すると大きな落とし穴にはまりますよ。怖い。二次試験後半、私のメニューは寿司よ。出た、寿司。知ってればね、イメージしやすいけど。寿司、寿司もよく考えたらむずいよな。魚と捕まえてな。わかるか。待って、一体どんな料理だ。ひそかもやるのか。見当もつかねえ。全く知らない料理なんて不可能だ。これきついね。だいぶ困ってるわね。想像力。知らないのも無理はないわ。寿司。小さな島国の民族料理だからね。島国民族料理。ヒントをあげるわ。この中を見てごらんなさい。おう。ヒントがありますよ。ここで料理を作るのよ。うわ、こんなんじゃわからんがな。必要な道具と材料は揃えてある。すか。寿司に不可欠なご飯はこちらで用意してあげたわ。おお。そして最大のヒント、寿司は寿司でも握り寿司しか認めないわよ。うわ、それじゃあスタートよ。私が握り寿司ところで試験は終了。その間に何個作ってきてもいいわよ。これ知らない前提でイメージするとわかるけど、めっちゃむずいよ。握り寿司めっちゃむずい。ライスだけで作るのかな。道具とか見ると他にも何か使えそうだぜ。ああ、これはこいつこの課題もらったぜ。なんでそんな表情やらに出るかな。マジ忍びだろ本当に。こいつなんなんだよ。バカだ。ラッキーだぜ、まさか俺の国の伝統料理がテストに出るとは。だけどここで浮かれてたら周りにバレちまうからな。知らねえふりしてさりげなく一人で顔をしちまうのが利口なやり方だぜ。こいつ知ってるぜ。半蔵けんな、本当に。大体料理の形は想像ついてきたが、本当かよお前。肝心の食材が全くわからねえぜ。いや、そうなんだよね。握り寿司握ってもいいんだけど。詳しい形は私にもわからないが、文献で読んだ記憶がある。文献？確か酢と調味料を混ぜた飯に新鮮な魚肉を加えた料理の。いやいやいや、答え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 だよ。お前、ここは檻の中だぜ。声がでかい。魚だったら川とか池とかにもいるだろうに。みんながこの間とは汚
らねえ奴らだぜ。あれを盗み聞きというなら私は貝になろう。私は貝になろう。俺の他にも知ってる奴がいたとは。いやいやいや、よかったなゴン、魚釣りならおほこちゃん。おもろすぎるな。割りかしバカバカなんだよな。今の寿司ネタってのはほとんど海水魚だろ。そうなんだよね。だから面白いんじゃないの。そうなんだよ。普通の寿司ネタなんてもう食い尽くしてんのよ。おー、美食ハンターだね。そこじゃないっていうのがちょっとなんかいいわ。そこでなんかね、あのジャッジするんだったらな、まあまあストレートなんだけど、おドス持って泳いでるからな。いや、キモいがな、キモいがな、このカットいらんやろ、マジで。ほんとに、ひそかがなんかやべえやつになる余計に。おぉ、さて、どんな品物ができてくるか楽しみだわ。今日は試験官というより料理人として来ているからね。料理人としてってのはまずいんじゃ。そうね、まずいね。何？まずいね。いや、なんでも。何？ブハラも何も言えない。ブハラも何も言えない。料理人としてね、メンチの悪い癖が出なきゃいいけど。いや怖いね。おお、自信あり。飯に新鮮な魚を加え、いいよこれ。料理と言ったらこれしかねえ。よし、だいぶいいじゃん。できたぜ、俺が完成第一。すごくぽいよ。名付けてレオリオスペシャル。レオリオスペシャル。お、準備できてるね。醤油があって、お茶があって。あー、くしゃね、どこ行ったんだよこれ。どこ行ったんだよ。食えるかい。あ、同じこと言ったわ。食えるかい、同じこと言ったわ。何も効力がねえだろこら。何？失格にするよ。俺、さっさと戻りな。こいつら若干似てるよな。くそ。いい、形は大事よ。佐藤さんが裏にいた。形を成してないものは味の対象にもならないよ。後ろにひょこって佐藤さんがいた。新作だったのにな。あそこピックアップしないんだ。次は俺だ。すげえ。よいや、サンバーとレーダルが一緒。めっちゃ似てよ佐藤さん。レオリオと同じレベルか。心中察するぞゴン。知らんとそうなるよな。はいはい、じゃんじゃん持ってくる。ダメ。おお。ある意味惜しい。ある意味じゃ答えだよな。うん、ああ、いた佐藤さん。それにしても寿司とはいかなるものなのでしょう。気になってる。俺は目が離せませんね。知らないんだね。なんでまだいるんだよ猿が。いやいやいや、真似してんじゃねえよ。顔まんまだったぜ今。おお。小エビのカクテル、マスのマリネのからしソースあえとライス。いや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 。寿司のブルゴーニュ風。5、6000円は取れるよ。食あるよ。いや、うまそうやん。あ、これうまそうだよね。これはうまそうだよ。あ、うん、すげえ。ちょっと、いや、めっちゃ料理うまいよ。やっぱ殺人鬼は煮るんだな。すげえ。料理うまいって。注力が足りないわね。他にもいっぱいヒントあげてるのに。いや、ねえだろ、ねえだろ。握り寿司、まあ、まあ、握る。うん、今ここにあるデータから論理的に握ってないやつはお話にならないね。おにぎりはやべえけど、形は大事よ。中に鮭でも入ってんのかな。まあ握り寿司だよね。握り寿司という名称から、まあ、酢飯じゃねえか。コロッケやハンバーグのような定番の形がある固形の料理であると推察される。おお。そして彼女の持っている道具と目の前にある調味料入りの皿。確かにヒント、ヒント、あれで寿司を掴み皿の中に液体につけて食べるなら、まんまやん。大きさはおそらく具現化されてるよ。卵代かそれ以下、そして新鮮な魚肉を加えると、どうか。来た来た、これだ。ドン。なんでだよ。あんたも最初のやつと全く同レベル。そんなにショックか、こら。なんでそうなるんだよ。いつもこいつも観察力や注意力以前にセンスがない。そうね、センスはないね。いやでも言うて殺人鬼チームはすごかったよね。そろそろ俺の出番だな。おっと、大鳥どうでい。おー、俺が寿司でい。やっとそれっぽいのが。新しいのが出てきたわね。ああ。どれ。ダメね。美味しくないわ。うわ。やり直し。料理人出た。なんだと？握り寿司。正解だろ。飯を一口サイズの長方形に握って、その上にわさびと魚の切り身を乗せるだけのお手軽料理だろうが。あるだけですごいよ。こんなもん誰が作ったって味に大差ねえべ。それは違うけどね。まあ相撲抜けたらけど話が。あららららら。しまった。手軽。こんなに味に大差ない。勘に触った。ざけんなてめえ。寿司をまともに握れるようになるには10年修行が必要だ。そうなんですよ、そうなんですよ。大変なんだよね。素人がいくら形だけ真似たって天と地方の味は違うんだよ。温度とかあるからね、伝わっちゃいかんから。テスト科目
にすんなよ。正解です。正解です。正解です。やからじゃねえかよ。やっぱメンチの悪い癖が出ちまった。まずいな。熱くなったら最後味に妥協できなくなるからな。これ合格者出ないよね。満足させられる料理人なんて世界中に数えるほどしかいないっつうの。どうすんだこれを。心だ。しっかりと悟された。どうなったらますます悟された。さあ次の挑戦者いらっしゃい。おーみんな寿司行くぞ。はいはい、みんな寿司、みんな寿司。もうあいつのせいで作り方がみんなにバレちゃったじゃないの。反省してる。どうだったら味だけで審査するしかないわね。反省ハゲぞ。どれどれ。おゴン君から。ダメ、握りが強すぎ、シャリが硬くてほぐれない。うわそれは少し厳しいよ。あんたは黙ってな、うん、これはあかんな。もうみんな合格だよ。俺はこの失態をどうするかだけどね。あの情報管理ができてないっていうさ。ネタの全くダメ。シャリの形が悪い。もう一回。握りが遅い。ネタに体温が映ってる。あいつもちゃんと参加してる。トンパの体温映ったの絶対食いたくねえ。希望うっ絶対食いたくねえ。トンパのは嫌だ。もうトンパ咲くって書いてあったらもう捨てるもんね。トンパのだけは食いたくねえ。毒入ってそう、わさびの代わりに。悪い、お腹いっぱいなっつった。うわってことはどうなるんだ。だから最初に決めた通り合格者はなしってことです。また切ったね。これ切れるってそんな簡単な話じゃねえよ。命かけて来てんだから。ありかよ。はいはい、冗談じゃねえぜ。そうなります。こんなの納得できるわけねえ。できるわけねえ。これは切れるよ。スクワタ声がうまいんだよ。本当にどうなっちゃうんだろう。いい感じの温度感が出てるわ。これは大変だぞ。はい、ということでだいぶ荒れてきました。この試験どうなるのかということで、いよいよ次回は10話でございます。ここからも引き続きよろしくお願いいたします。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!